カルチャーファンタスト TV。 よろしくお願いします。僕は年齢は23歳で、はい、去年まで大学サッカー、大学のサッカー部で、フットサルは大学4年の時にサッカー部を経由して、はい、関東リーグの練習とか行ったりしつつ、東京都一部で1年間はいやって卒業して同時にイタリアに来たって感じです。なるほど。そうですね、サッカーとかフットサルの試合とかを見てて、うまい選手って日本ってたくさんいると思うんですけど、はいはいはい、なかなかこう勝負どころで勝てなかったり、はあはあ、試合に強いかって言われたらそうじゃない、はい、勝てるか勝てないかって言われたらイタリア人は勝ってるし、海外の方が、うん、そういうところ、そういう部分を持ってるので、はい、大学4年間サッカーしてて、はい、なんかもうちょっと新しい景色を見たいなっていうところが一番強かった。なるほど。それは、小学生ぐらいからサッカーしてきて、はい、大学4年までサッカーやって、はい、でちょっと知り合いの人にフットサルさせてもらったときに、はいはい、まあ、パスとかっていうよりも自分はこう仕掛けてドリブルしていくタイプなので、はいはい、フットサルの方がボールがテンポよく自分のところに回ってきて、しかも重くて跳ねないんで、はいはい、自分的にはそのサッカーよりドリブルしやすくて、しかも下も止まるんで、はいはい、ちょっと強いシュートとかも打ちやすいかなっていうので、こう、はい、面白いなと思ってちょっとフットサルやろうかなと思います。なるほど。で、はい、卒業したらサッカーで、あーはーはーはー、オーストラリア、はい、オーストラリアっていう話がほぼ決まって出たんですね。はいはい。オーストラリアに行こうかなっていうタイミングで、まあ、オーストラリアの条件とか、そのイタリアで、なんか、イタリアとオーストラリアって考えたときに、総合的に見て、こう、はい、イタリアの方が魅力的だったので、うん、チームは、3試合ぐらい前までは、はい。最下位だったんですけど、おはい。でも、ここ3試合で3連勝して、はあはあ、だから5番目ぐらいまで上がりました。はいはい。14ですね。14。4月の、2週目ですね。あ、土曜日です。あ、なるほど。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、またお願いします。失礼します。お願いします。カルチャーファンタスト TV。